岡松坂安春が寝返りました。何？朽木元綱、岡松祐忠、赤田直康も右で同じく都合四千の裏切り者が広塚勢、戸田勢と交戦中。ごめん、はあ、家臣ガモを里へのあり良いところで出会った。機内命は取らによってわしに連れてこい。その身に及ばず。まだ生かすな。これまでじゃ。殿。五助。は。解釈して直ちに首を埋めよ。なりませぬ。わからんのか。この面相を敵にさらすは恥辱じゃ。憎きは細やかは秀明。三年のうちにたたりをなしてくれ。
ことは終わった。そちたちは気ままにしてよい。何を仰せられます。さらばじゃ。なりませぬ。最後までお供つかまつります。殿、この場引きのき沢山にてもう一合戦。なりとぞ。殿、殿、殿、殿。雪長も逃亡。浮き立ては総崩れ壊す。さて、どうべんすか。直ちにお引き抜きを。もうそか。東西南北皆敵じゃ。じゃどん。そうはいかん。戦らしか戦もせんで逃げ出したちゅうことになれば愚問の名折れ。そう家康の本陣に突っ込んで相果てようじゃなかか。承知しました。申し上げます。なんじゃ。南軍さんの毛利勢が一斉に山を降りて逃亡中。毛利勢が池田輝政殿、浅野義高殿の軍勢、これを追跡。奈良地下安国寺長宗我らの軍勢を殲滅しつつあり。終着じゃ。マサズミ影なお。差し物激戦すでに終盤。逃げ遅れて袋のネズミとなりし島津勢は、大胆にも支柱に勝つを求めるべく東軍の中央突破を試み申した。
くして関ヶ原の合戦は6時間にわたる死闘の末、東軍の圧勝と相なり申した。戦死者の数は双方合わせて6000とも8000とも伝えられ申す。